はい、皆様こんにちは、こんばんは。今日はアマリートの保存方法の一つをご紹介したいと思います。私はですね、もっといっぱいアマリートっていっぱいあるんですけど、この中になんか編みかけのものとか編んでやめたものとかね、いっぱい入ってるんですよ。もう何束分ぐらい入ってるのかな。普通のカセイトもちょっとポコって入れちゃってるんですけど、もうこんな風に、これガラスなんですけど、ガラスの入れ物です。でこういうね、あの毛糸ってこう見せておいてても可愛い、色がいろんな色があるんで、ちょっと今出てる色はあまり綺麗な色は入れてないんですけど、あの見せてね収納すると、あのインテリアの一つになるので、私はこういう入れ物を結構何個か買って余り色とばっかり入れてるようにしてます。これも蓋がついてるのでほこりもかぶらないし、まあ綺麗に保存できるっていう、まあなんかぐちゃぐちゃに入れてますけどね今。あのもうアマリートにしてはでかいんですけど、これなんかはね、でももうちょっと編みかけのものとかね、もう全部こんな風に入れてます。だから 見えてるんで、あの中身が見えてるんで、すぐにこう あの糸どこにあるなっていうのは、あのまあ一応飾って出してあるので、どっかにあの色なんか色の糸黄色い糸どのかったかなとかいう時にすぐにね見えるんで、ちょっと今ぐちゃぐちゃなんですけど、こんな風にもう色が全部見えてるんで、こんな風にもう出しっぱなしっていうか、あの見せっぱなしにしています。もうね、一旦ねなんかこう棚とかに収納してしまうと出し入れが大変で、もう出さなくなっちゃってまた買っちゃうんですよね結局。でなんか同じような糸いっぱい持つことになるのも嫌だし、まあ、こうしておいてたら あの色ちょっとだけ欲しいなっていう時にパッと取り出せるんで、あのねいいんじゃないかなというふうに思ってご紹介です。アマリートの収納方法、私の収納方法のご紹介です。ちょっとねアマリートっぽくないやつも結構あるんですけどね、でもこれ全部一回作ったり、この黄色い化成糸はまだ使ってないんですけど、ちょっとこれ1本しかなかったんで、ちょっとここに入れてありますけれども、こんな感じで編みかけのものとかね、ここにもねあるんですけどね、こうもうほどいてね置くとねめんどくさいんで、ほどかずに置いてるんですよ。でもう取り出して必要な時に使えるようにしてあります。てな感じで今日は、アマリートの保存方法のご紹介でした。皆様はどういう風な感じで、糸の保存されてますでしょうか。封を切ってないというか、開けてないのはね、あのプラスチックバッグに入れて保存してあります。一応ホコリとかをかぶると、一応棚にはしまってあるんですけど、ホコリとかかぶると思うんですよね棚の中でも。だから一応プラスチックバッグに入れて棚の中に入れるっていう感じにしています。で見せる用のっていうか、その外に出しておく、見せておきたいインテリア用として飾りたいものは、ちょっともうプラスチックバッグとかもせずに、ちょっとこう棚にこうポンポンポンって置いて見えるように、保存してあります。ねえ、毛糸って編み物をされてると知らず知らずのうちに増えていくじゃないですか。皆さんその辺どうしていらっしゃいますでしょうか。またあのいいアイデアがあるよっていう人がいたら、コメント等で教えてくださると嬉しいです。今日は大変短い動画になりましたが、以上になります。また、こんな感じの短い動画も撮っていきたいと思っているので、よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。でですね、この間作ったっててお見せしてたあのワンピースをちょっと着た感じ、こんな感じになります。ちょっと下半身は見せ立ち上がれないんですけどね、今ちょっとペチコートも何も履いていない状態で着てるので、ちょっと立っちゃうとパンティーって言っていいのかな下着が見えてしまうので、ちょっと今立ち上がれないんですけど、上着た感じはこんな感じになっております。というわけで皆さんさようなら。チャンネル登録も逃してね、バイバイ。キッチンの動画も見てね、バイバイ。